はい、今ちょうど2番線から千里中央行きが発車してきたところになります。今日はですねこの連車でやってきたわけで、3万1000系のですね、最新編成の17編成ということなんですけれどもね、ちょうど出て行ったところなんですが、今来ているところは北大阪急行、いわゆる千里中央の次の駅となる桃山台駅であります。その桃山台駅のホームからですね北を見るこのような風景、まあ本当にマンション群が多く立ち並んでいて、そして奥の方に行くとですね、このように千里中央の周辺を見ることができるんですけれども、いわゆる高台のところということなんですね。その北大阪急行の線路沿いの左右には国道423号にあたる新御堂筋が通っているんですけれども、少しずつですね坂が上がってきている、いわゆる千里中央方面なんですけどもね、上がってきている様子が、ご覧いただけるかと思います。その桃山台駅でありますけれども、このように島式のホームということなんですよね。そして左右にはこうやってですね、ビル、マンションが立ち並んでいるところということなんですけれども、9号車付近の方に、待合場所があるわけなんですね。中本方面は逆に8号車側ということになります。そしてですねその先を進んでくるとですね、こうやってホームの方が広くなってくるんですけれども、ちょうど中間部分のところにですね緑の木々と花がですね咲かせてあるんですね。その桃山台駅のいわゆる楽しみというのがこちらなんですけれどもね、ちょうど緑の木がですね女性専用車付近にあるんですけれども、まあ、こうやってですね色鮮やかな花を咲かせているということなんですよね。そしてですねこのように今2番線の表示出てますけれども、これもまた珍しく回送の表示なんですね。その2番線から回送車がやってきます。2番線に回送車が到着します。危険ですから黄色い線の内側でお待ちください。そういえばですねこの北大阪急行の車庫があるのがですね桃山台ということなんですよね。その桃山台の車庫の方から2番線の回送車が入ってこようということになります。ゆっくりと電車が入ってきますが、これが9000系の9004編成ということなんですね。北大阪急行の9000系としてはこれが最新編成ということになります。ここに一旦停車することなく、速度を上げて進んできて千里中央方面へ向かうということですね。そうするとですね3号車付近、そして千里中央方面は4号車付近なんですけども、こうやってですねエスカレーターが伸びてくるんですね。いわゆる南出口の方へと向かってくることになります。そしてその付近のところにもう1箇所待ち合い場所があります。大阪急行線内としては珍しくですね非常に長いエスカレーターになるんですけれども、そこから北出口の方へと行くことになるんですね。ではその北出口の方を見てみることにしましょう。こちらは出口専用改札口です。奥のようにですねこの出口専用ということがありましたけれども、こちらが桃山台駅の北出口であります。改札の方は出口専用が2つになっていて、左の方にインターホンがあります。そしてですねその出口のですね向かい側の方に乗り越し計算機があって、あと IC カードチャージのですね1000円専用のものがですね1つ置かれているんですね。そしてこちらが入り口専用になって、こちらも2箇所になります。入ってくると左側の方にホームへのエレベーターがあります。その北入り口からのエレベーターの方はここから乗って、そしてここから降りてくることになります。そうするとですねエレベーター降りてすぐ向かい側にバリアフリー対応のお手洗いがあるんですね。そして大阪側の先頭の方へと向かっていきます。そちらの方にですねもう一箇所出口、いわゆるこちらが桃山台駅のメインの改札ということなんですね。
いわゆるこの千里中央方面は後ろ、そして大阪方面は先頭になるんですけれども、その大阪方面側の方にはこうやってゴミ箱が置かれてあり、このような感じでですね、屋根になっているわけなんですよね。いわゆるですね、道路下のトンネルという形になっていて、その左側の方が下り専用のエスカレーターとなります。桃山台駅の南改札へと出てきました。改札の方がですね、6カ所あるということなんですが、その改札内の方には左側にお手洗いがあって乗り越し計算機、右の方に向けるとですね、同じ1000円専用の IC カードチャージ機があります。そして南改札の方はこうやってですね、行き先表示が出ているということなんですね。そしてその右側の方は切符の券売機が4つあるんですが、そのうちの1つが現在は止まっているという段階。そこからですね、左の方に行くと池田泉州銀行の桃山台支店方面へ、いわゆる桃山台5丁目新千里南町方面ということになるんですね。一旦ここで階段を下ってまた登ってくるということなんです。その左側、いわゆる西出口の方向はですね、このようにですね、新御堂筋がですね、その下を通っていて、その上をですね、歩道橋が通っているということなんですね。その左側の方が北大阪急行の線路ということで、ちょうど今日この電車に乗ってきた電車がですね、中本行きとして、向かってきているということですね。そして向かって右側、いわゆるですね、歩道橋、北出口がですね、その右側にあるんですけれども、ちょうど桃山台駅西の交差点があるということなんですね。そして南改札の向かい側には、売店があって、そしてですね、ベーカリーショップもあるんですね。で、今回はこちらから東の方へ、改札からですね、出て左の方へと向かっていきますが、いわゆるですね、桃山公園の方へと向かっていくということなんですね。桃山台駅の桃山公園へのですね、最寄りの出口の方へと来ました。いわゆる桃山台駅西のですね、交差点のいわゆる向かって南東ということなんですけれどもね、まあ、こうやってですね、阪急バスの方が行き来しているところなんですが、そこの出口から左側の方に向けるとですね、駐輪場があるんですけれども、こちらが駐輪場なんですが、そうするともう桃山公園がですね、大きく広がってくることになるんです。で、今回はですね、桃山公園の周辺を歩いてですね、緑地公園駅の方へと目指していきたいというふうに思うんですが、まずもう桃山公園の中へと入ってきました。そうするとですね、アーモンドと呼ばれる花が広がってくるんですよね。今まさにですね、その花が咲き誇ってきている状態で、本当に綺麗ですよね。ピンクっぽい色をしている花ということなんですね。そのアーモンドをバックにして、左斜めに見ると大きな池が広がって、アーモンドのある小さな木を抜けてくると大きなですね、池がその左側の方に広がってきます。そして右側の方に行くとですね、このように散歩道になっていて、いわゆるですね、ここから行くとですね、上りになるんですけれども、下ってきてですね、向かっていくことができるということなんですね。そしてですね、その池をですね、左に見る形になるんですが、そうするとですね、このように虹のようなですね、健康歩道が広がってくるんですね。北側の方はこうやってですね、まあ、石のような形になっていてですね、滝のような感じなんですけれども、そうするとですね、このような橋があります。こういう感じになってきてですね、その橋を渡り切ったところに、いわゆるですね、その大きなですね、池のいわゆる右北側ということになるんですけれども、このようなですね、休憩場所があります。こちらから行ってしまいますとですね、まあ、新御堂筋の方向へと出てしまいますので、まあ、ゆっくりと桃山公園を散策しつつ、今度はですね、その大池を右に見ながら進んできます。
そうすると遊歩道の方がですね、こうやって左の方へと曲がってきている様子が伺えます。この木もですね、非常に大きな木だったようなんですけれども、もうその部分が切り取られている様子が伺えますね。左にこうやってですね、竹やぶがいっぱい立ち並んでいるところを見てみるとですね、そのかぐや姫のですね、おとぎ話、童話ですね、思い出すかのような雰囲気なんですけれどもね。そしてその右側が大きな池が広がり、その奥に新御堂筋が通っているということですね。